こんばんは。よーし。じゃあ、僕の方は、リアタイムを出したいと思いますけど、マスクで、チームユーザーか、大野ユーザー、いいね。はい、マスクは、大野が苦手、本当に。よし。さあ、1ポイントですから。しっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい、初球は何で打ちました。よし、ありがとうございます。記録はエバッターは2番に入っている菊池。さあ、ここです。エラーでランナーを出しています。先発ピッチャー大野、そしてキャッチャーは城島。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。ここに通信打てない。3番バッター相澤、ワンアウトになっています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。ゲッツーやめや。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。あぶな、あぶな。バッターボックス、エルドレス。ちょっと勝利っす。はい、正直。ツーアウトになっています。まず何を投げてくるか。引っ張った。遅い、足が遅い。さあ、これからカープが守備につきます。バッターは福本、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。一応福本豊さんですよ。初球は何から入ってくるか。インコーストライク。最初は149キロストレートを振り入ります。いい気ね、これボールね。いいボールでしたけどね。そうでしたけどね、はい、変化球わずかに外れてボール。ハーブ出ましたか。いいボールでしたけどね。また言うか、はい、そんなこと2回言うか。オッケー、セカンド。よし。バッターは2番に入っている外。先ほどでした。まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド打ちました。インハイ。インハイじゃない。バッターボックスは3番。さあ、王さんですよ。ツーアウトになっています。大足だ。よし、ボール黙ってくれた。オッケー、ファーストゴロ。よし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 。バッターは5番ピレラ。カープ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の。よし、バッター OK。 さあ、ノーアウトで貴重な先制のランナーを置いています。バッターは田中。ここは強気でエンドランで勝負に行くのもいいと思いますね。怖いんだよね。さあ、ランナーをどう生かしてくるか。内から入りました。いい入り方ですね。コース球種とも重くらしです。あ、はい、まあ、次は外を攻めていくか。バッターは7番に入っている鈴木。ワンアウトになっています。ここでボンタナ。まず1球目、早かったかな。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。コースがコースだからね。抜けてる。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。インサイド打った。抜けろ。うまい。うわ、まあ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 。さあ、そしてバッターボックスには西原が入っています。さあ、ツーアウトランナー二塁にはなりましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、両チーム1点が取り点になってますから、そろそろこじ開きたいですね。なるほど、そうですね。初球から際どいコースを変化球を出た。投げてくるか。ダメだダメだ。2回の裏、落合さんですよ。この回は4番から始まります。落合が打席に入ります。カープ得点に動きはありません。リーダーに強いからね。0対0で最終回を迎えています。里崎さん、ここはしっかり抑えていきたいですよね。はい、まあ、最悪でもね、引き分けに持ち込めるようにしないといけませんよね。何も投げのいい配球、難しい。非常に見応えのあるゲームになっています。あー、いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。おー、張りがない。ここ通信だった。外れました。先頭バッターを歩かせます。ノーアウト。さあ、松田さん、初球打っていった。うわぁ、マジか。これでも痛くないぞ。バッターは6番城島。カープフォアボールをきっかけにピンチを広げています。さよならのチャンスを迎えています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。次が2球目。ふわふわっと上がった。
さあそして打席には中村が入ります。さあワンアウトになりましたが得点圏にはランナーが残っています。まあもうここは開き直って攻めるピッチングでいいと思いますよね。ストレート打った。あーマジか、ゴールだ、ゴールだ。さあそしてバッターボックスには尾形が入っています。嫌なところで回ってきましたね。さあ2アウトながらピンチは続きます。まあプレッシャーはあると思いますけど、これはバッターも同じですからね。腹をくぐって勝負してほしいですよね。なるほど、そうですね。ふわふわっと上がった。あ、なんか今取り方危なかった。3回に入りますカープの攻撃。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは野間。カープ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。投げたい。これが1球目。これは打ち。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ナイスボールですね。はい、外のストレートがストライク。ストレートを打ちました。次はゴールでもいいわけですから、思い切って内側をえぐるような球を投げ込みたいですね。変化球打った。やばい。おお、危ない。さあそして打席には西川が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。これね、いきなり牽制。おお、これね、内野に出してる側転です。バッターボックスには代打のメヒア。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。そうですね、ここで点をやるわけにはいきませんからね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。ランナースタート、インコースファウル。小宮山さん、ここはスクイズはありますか。まあ普通に考えると犠牲フライじゃないでしょうか。うん、そうですか。もう一球牽制球。来ると思わせる。三塁牽制。インコースファウル。よし、エンドランかける。エンドラン、そのストライク投げてくれ。ランナースタート、いい当たり。なんで先にアウト打った。インサイド打った。おい、うわ、よしよしよし、カープ。よしよしよし。さあこれ、でもこれ1点でだから楽になったよ。これではバットが出ません。ストライクです。インコース決まった。低めのボール、ここはあっという間に追い込んでいます。これが3球目。三塁線、ふわふわっと上がった。まあまあ、あと抑えるだけだな。どうしよう、今回なかったよ、センターいなかったよ。どうしよう。ね、ここでカープ守備を変えてきました。いや、センター。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の坂本。カープ1点リードで迎える最終回です。ちょっと待って、さあ1点を先制してのこの回の守備となりました。まあそうですね、バッターボックスには代打の大城。坂本里崎さん、この場面で変えてきましたね。そうですよね、重要な場面ですからね。まあただここを抑えることで自分たちに流れを残したいですね。なるほど、そうですね。さあここを抑えていけるかどうか。ここでカープ守備を変えてきました。マジか、やばいやばい。極めます。ゴールが3つになります。次が4球目。あわい。うわぁ。これは決まった。これね、ここにそれてる。5球目は何で来るか。オッケー。まっすぐ。
里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。まあインコースを詰まらせるか。ストレート打った。オッケー、完璧。さあ、そしてバッターボックスには福本が入っています。怖いバッターが続きますから、ここは踏ん張りどころですね。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残って、ストレート打った、一塁アウト。これでスリーアウト、試合終了です。一打同点のピンチでしたが、見事守り。完璧やね。勝ち勝ち、勝ちは勝ち。よかった、勝ちが収まった。よし、今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。